の大観衆、そして大歓声です。いよいよ決戦の時は来ました。大分ビッグアイ、ドイツワールドカップ予選まで3ヶ月、2003年ジーコジャパンの総決算が始まります。相手はワールドカップ出場5回、アフリカ最強のカメルーン。ジーコ監督は今日の試合がワールドカップの予選前ベストメンバーが揃う最後の試合になるときっぱりと言い切りました。さあ今10番の藤田俊也、そして小野伸二が映っています。それでは放送席をご紹介してまいりましょう。放送席解説は日本サッカーを見つめ続けてきましたセルジオ越後さん、そして元日本代表の、松木安太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてピッチからは選手に一番近い位置から見ていただきます、この方堀池拓実さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このお三方を交えながら今日のこの大一番お伝えしてまいります。さあ日本コール、日本コールが鳴り止まないこの大分ビッグアイです。それでは注目の日本のスターティングイレブンご紹介してまいりましょう。今エンジンを組んだ日本の選手たち、ゴールキーパー奈良崎、ディフェンダーは山田、坪井、宮本、サントス、中盤は稲本、中田、そして藤田俊也が入りました。小野伸二、さらには高原と柳沢の2トップ、リザーブはご覧のようになっています。そして藤田俊也映りました。そしてこちらは高原、中田が大きな声を出します。一方のカメルーンのスターティングメンバーです。なんといっても注目は今映っていますパトリック・エンボマ。この日本でも東京ヴェルディ1969で活躍しています。今絶好調のエンボマが今日の日本戦呼ばれました。このエンボマが一つ注目ということになるでしょう。今日の主審は中国の陸俊さんです。さあいよいよ注目の一戦キックオフを迎えます。センターサークルにボールが置かれて今試合が始まりました。キリンワールドチャレンジ、キリンチャレンジカップ2003 54-2006、 日本対カメルーンが始まりました。さあゆっくりと長いボールを前線に送っていく柳沢、落ちたボールを拾っていきましたカメルーン代表です。カメルーン代表もワールドカップ出場5回、そしてアフリカ選手権来年の1月3連覇がかかります。もうこれは実力アフリカナンバーワンと言っていいでしょう。今ジェレミーとそして10番藤田俊也が映りました。今日のコンディションですが 18.5 度、湿度がやや高い 70% ということになっています。さあ注目の一戦がいよいよ始まりました。今ジーコ監督が見つめています。ジーコ監督は言っていました、今日の試合の結果がそのまま来年の2月に予定されているワールドカップドイツ大会のアジア予選、その結果につながっていくとそう話しています。それだけにまさに日本代表の進化が問われる今日の試合。今最終ラインゆっくりとサントスから藤田を経由して前線に送ります。サントスからもう一回柳沢、柳沢が走っていく。さあ中田がゴール前に走っていった、中田、中田が行く、ボールを回りました。素早い動きでエンボマ、そして経由してジェレミーが右サイド。この人はイングランドプレミアリーグチェルシーに所属しています。ジーコ監督もこの右サイドのカメルーンのジェレミーの動きを警戒していました。そして今倒されたのは10番のエンボマ。エンボマ現在 J リーグでも絶好調です。さあセットプレーのチャンスはカメルーン代表、こぼれ球も拾っていく、ボールは稲本、右サイドに送って浦和レッズの山田取り交わして上がっていきます。中盤の底、小野伸二がふわりとしたボール、サントス、さあゴール前には高原、そして柳沢がしていく、柳沢だ、これでワンタップ、さあチャンス落としていく、どうだ、打ち切れませんでした。最後高原が詰めていました。今でも藤田良かったですね、いい動きでしたね、はい、こういう動きを藤田がするとね、やはり日本代表でもまた一つの、ね、オプションになりますよね。藤田が今期待になってましたね。いやいいですよ、期待している通りのプレーを ね最初のタッチでやったということをね、チームも盛り上がってきますね。それぞれさん、やっぱり今日の注目と言いますと、はい、藤田がいかにこの中盤に新しい風を吹き込むかというところなんですね。そうですね、
もう一つの攻撃力がね、藤田を通してよく合ってくるということがすごく大きな期待されますね、はい。まあ、彼は高原とね、ジュビロで非常に破壊力あるコンビですから、はい。まあ、そのまま今日今のプレーを見れば期待はできますね。さあロングスローが入っています。強中だ日本、この高さですね、はいはい、気をつけなきゃいけないのは高さですね。セットプレーからの守備を日本も昨日は繰り返し練習していました。そして遠藤がボールを奪いに行く、後ろからシュートが来る、シュートを打っていったのはマクンです。まだ21歳の選手、フランスリーグでプレーしています。今日の日本の2トップは高原と柳沢、そして中盤に中田英寿、さらにはオランダユテレフトで今シーズンからプレーしています藤田俊也が入りました。あの藤田は立ち上がりのディフェンスでもですね、逆サイドまでもうディフェンスに帰ってきましたんでね、はい、いい仕事してますよ。藤田の魅力の一つは、まあ、攻撃力のみならずこの運動量、そうですね、はい、運動量、あとバランスの取り方がうまいですね。すごく気を使う選手ですから楽しみですよ。さあそして打っていく、激しい当たり合いだ、倒していったのは稲本。稲本、イングランドプレミアリーグクラブで活躍しています稲本です。マンチェスターユナイテッド戦でもゴールを挙げました。しかしカメルーン選手体大きいなりに、まずその使い方がうまいですね、はい、やはり体の入れ方が非常に、ね、はい、ダイナミックです。ゴール前ボールを上がっている。さあマクンから前線送っていきます。日本代表にとっても今回は海外組を7人招集して、まさに2003年ジーコジャパンの集大成ともいえる試合、この10番の藤田俊也が試されます。そして10番の中心は7番、先ほど映りました中田英寿であることは間違いありません。今回もキャプテンマークをつけています。まあ、カメルーンは前回日本にやられてますんでね、2001年ですけどもね、はい、やっぱその接触という意味ではね、今日面白いですよ。2001年のコンフェデレーションズカップ、あの時は今日控えに入っていますが、鈴木孝幸の2ゴールによってカメルーンは日本に敗れました。その雪辱戦、カメルーンにとっても非常に高いモチベーションがあります。エンボマに合わせようというボールです。さあこぼれたボール、カメルーンが一旦サイドに送りました。浮かせてエンボマ狙ってきた、ちょっと落ち着いて最後はこれは宮本でしょうか、クリアしていきました。から激しい当たり合いになっています。今のシーン、チャトが行きました。この3番をつけたチャトも去年のワールドカップに出場しています。柳下がゴールを切る中、ボールは高原です。ハンブルが SV、 今でも高原がボールを持った時に藤田がねスッと寄ってきますんでね、はい、この辺いいコンビネーションがあるんですよ。藤田が今ゴール前に行きました。そしてボールは中田へ。確かにセルジオさん、はい、藤田の動きが非常にいいですね。いいですね、さりげなく自分はもう攻撃に出ていくという、そういう縦に出る動きが非常に意識が高いからね、はい、他の選手が作っている間に常に藤田がターゲットマンになりますね。これはね、もう少しこう使ってほしいですね。今10番藤田の後ろ姿が見えました。そして14番サントスが倒されました。ジーコ監督はこの藤田の存在について非常に攻撃にメリハリがつくという言い方をしていました。まあ、それは攻撃のみならず守備も非常に貢献できる選手ということで、この藤田を高く評価しています。さあ日本にとっても大事な大事な来年に向けての進化が問われる一戦です。2番の山田を経由して、そしてボールはサントス、左サイドサントス、そして右サイド山田、この非常に超攻撃的なサイドバックがジーコジャパンの大きな売りになっています。ボールは小野から走っていく中田英寿、これは見送りました。パターンとしてはいいですよね。今いい動きでしたけどもね、合いませんでしたけども、はい、まあ、これかなり練習してきたんじゃないでしょうかね。一つ松木さん、はい、サイドからの攻撃というのを見たいですね。いや見たいですね、はい、ただ僕今日のゲームすごく日本のチームすごく落ち着いてると思います、もうどのポジション見てもすごく落ち着いてると思うんで、今日はいいゲーム期待できると思います。柳沢、そしてあーっと高原へというボールはカットされました。前線柳沢と高原、柳沢もこの前のチュニジア戦、そしてルーマニア戦で連続のゴールを挙げました。イタリアのサンプドリアで揉まれています。そして一人今カメルーンの選手が逆サイドを負傷したようです。ボールを追っていたのは柳沢です。一人カメルーンの選手が今入ろうとしていますが主審が気づきません。
今6番のヌジャンカが入ってきました。そしてボールは日本ボール。2番の山田のスローイン。さあこぼれ球、高原、そして山田が行く。あーと高原は繋がらない。稲本がフォローアップします。さあなんとか早い時間に1点が欲しい日本です。来年の2月の18日から予定されていますワールドカップドイツ大会のアジア予選。今日の勝利はそのままその予選につながっていくとジーゴ監督もきっぱりと言い切りました。それだけに非常に日本の選手たちのモチベーションも高い。柳澤だ、柳澤落として飛び込んでいく。さあ中田、高原も絡んでいきましたがボールを奪われます。そして今度はカウンター、日本要注意、追っていく。八方もよく、松木さん、はい、あのカメルーンのボランチのマティンとジェンバジェンバかなり前にプレッシャーかけてるんですよ。あこの背後がね、藤田と中田がよく合ってるんですよ ね、あそこ早めに使うといいかもしれないですね。他に上手く使えたらかなりチャンス生まれると思いますよ。さあ日本が攻め込んでいく。ボールを奪ったのはカメルーンです。カメルーンボールを奪って上がっていく。さあカメルーンが中盤越えていって日本がボールを奪い返しました。カメルーンも今年のコンフェデレーションズカップ準優勝、その最中準決勝のコロンビア戦でフォエ選手が亡くなって初めての国際 A マッチということになります。それだけにフォエ選手に勝利を捧げたい、そういうモチベーション非常に高いものがあります。ボールは右サイド、ジェレミー、イングランドプレミアリーグチェルシーのジェレミーです。前線のエンボマを狙っていきました。でもこれ日本がホームのようでホームじゃないようなね、そう、はい、ここで大分でやることによってね、はい、ただそのまあ、中津江村とね、その親しい関係があると思うんですけど、まあ、圧倒的に日本のサポーターが多いと思いますね。ただね、今日の試合日本はね、出足はね、まあ、ちょっと引いたんですけども、ちゃんとバックラインも仕上げようしてね、うん、いいですよね、はい、落ち着いてますよね。そうですね、やっぱりフルメンバーで咲いてもいいメンバーで来てますから、ね、左サイドボールは山田、この辺りも落ち着いています。まあ、今年のフルメンバーの最後の試合でジーコ監督も言っていますから、もう堂々勝負してほしいですね。ジーコ監督は昨日の会見でとにかく勝利にこだわる、勝ちたい、勝つんだと、その勝つという言葉を何度も何度も繰り返していました。中盤から前の選手、日本の選手は全員があれですからね、外国でプレーしてる選手ですからね。そうなんですよ、やっぱりね、得点期待したいですよね、はい。まあ、今回はご覧の柳澤もイタリア、セリア、そしてこちらのパルマ中田、世界に入っています鈴木も含めますと7人が海外組招集されました。さあボールはカメルーンです。しかしカメルーンがなかなか日本を崩しきれないでいるという前半。さあカメルーンが左サイド上がっていく、上がっていく、ついているのはすごいです。ボール前、おー、原崎よく取りました。すごいですね、スピードつきました。スピードという点ではこのチャトリも引きを取りません。すごいです。しかし浮かしていけませんよ。シュートが来る。あ、いいですね。さあ逆に日本、中田英寿ボールを取った。高原、中田がボールを取っていく。さあチャンスになる。中田がボールを取る。入るは柳澤。ゴール前では、ね、あ、入ってきましたね。はい、チャンスでしたね、もう少しスピードが欲しかったね、ゴール前にね。そうですね、ちょっと余裕ありすぎたという感じがしますね。余裕があったら、まあ、相手がね、クリアしとけばいいのにキープしようとして中田に取られて、そこからチャンスが生まれましたね。一つでもいい形を作りました、はい、日本です。高原もあれですよね、時間があるんでピシッと決めたいというのはね、そういうね、はい、慎重になりすぎたようなシュートでしたけどね。しかしいい形、いいイメージができました日本です。松木さん、はい、それでですね、ピッチコンディションがね、今一つ良くないんですね。あ、なんかちょっと滑ってる感じしますけどね。滑っては、はい、剥がれてる部分があるんですけど、その辺がトラップした時にね、チャットランティング、オーバーラップ、ね、ヌジャンカ、オリジャンカ、危ない。ボ
ここは抑えました。いや面白いな、最後の影が詰めていましたいやいいゲームなわけは。さあゴール前、ね、日本もいいチャンスを作ったんですけども、この時間帯でねちょっと警告になるのこの山田の方から簡単に崩れますね。1対1でもう少しやっぱりカバーリングのね、はい、すごいあたりがやっぱりカバーをしてほしいですね。ジーコ監督はカメルーンの右サイドを警戒していたんですが、この前半は逆にカメルーンの左サイドが上がってきているという状況ですね。やっぱり2回ね奈良崎が防いだなりにやっぱりボールが上がっているということはねやっぱり気をつけなくていけないと思いますね。さあボールは宮本、そして左サイドサントス、サントスとジェレミーの対決、そしてゴール前、はい、高原を経由して柳澤上がっていく。さあこの辺りを崩していきたい日本です。落ち着いてジェレミーが右サイド、エンボマゴール前には大掛けが上がっている。向こう側のタッチを割りました。カメルーンは4大会連続のワールドカップ出場、不屈のライオンと言われています。そして今大会コンフェデーションズカップでも準優勝と素晴らしい成績を上げてきました。まさにアフリカナンバーワンのチームを相手に日本代表今のところ0対0。足元入りすぎましたねトラップがね。今のね大野のスルーパスのセンス素晴らしいですね。小野からのボールでした、はい、さあちょっと密度の濃い目が離せない前半です。非常に前半から今藤田が寄っていきました。いやハイレベルの試合ですね、はい、内容の濃い試合になっています、はい、お互いが譲らない、もう両チームも先に取ろうとするね、はい、意識が非常にあっていいですね。この出足はもう本当攻撃ちょっと飛ばしすぎてるなっていう印象もありますね、はい、その飛ばしている間に1点を取りたい日本です。もちろんそうですね、はい、やっぱりビッグチャンスを逃したら後で大きますからね。ゆっくりと宮本が中田へキャプテンマークをつけています。イタリアパルマの中田、そしてサンプドリア、柳沢、中田が上がっていく前線へ。これは呼吸が合いませんでした。これ堀池さん、これピッチ上はこう結構どうなんですか、涼しい感じですか。暑くないですね全然、先ほどのシーンで す、 あーこれですね。ただ蒸してますね、うん、さあ先ほどのビッグチャンス柳沢から高原、ここ、ね、浮いたボール、こ、ね、このワントラップあった分ちょっと遅れたかというシーンでした、ね、時間がありすぎたというね、はい、さあそしてボールは中田から柳沢へというボールです。いや一進一退、もうあっという間に15分が経過しました。そしてクラブ稲本、中田が倒される、ホイッスルはありません。そしてゆっくりと上がっていきますムジャンカ、非常に体の強い、そして5番のアトゥーバが上がってきました。この人はスイスのバーゼルでプレーしています。さあ日本コール、ここは守りたい日本です。ゆっくりとチャトがボールサイドに行きましたが、今入れ替わって8番のジェレミーです。ジェレミーはほとんどのセットプレー蹴りますね。そうですね、はい、以前はレアルマドリードでプレーしていた経験もあります。さあ日本、これキーパーとディフェンスの間ちょっとね、そうですね、いいボール来るような気がしますよね。ジェレミーからのボールです。さあ日本守りたい、ファーサイドは長いです、はい、これはボールが長すぎました。しかしカメルーン代表を率いますシェファー監督、今手前に映っています。この人も日本の弱点について聞かれると、高さであるときっぱりと言い切ってました。そうですね、そのあたりしっかりとそのセットプレー、相手の高さを生かした攻撃を守り抜きたい日本です。セネガル戦で特にセットプレーでやられてますんで ね、 その辺のこともきっちり見てると思いますよね。はい、藤田、うん、そして小野伸二が追っていく。小野伸二、向こうサイドサントス、サントスから高原、高原がそのあとボールを受ける。中田、稲本、いい感じでボールが回る。柳沢、今藤田都市を狙っていきました。中盤でのプレッシャーもきつくなってきましたね、はい、両チームとも上手にお互い激しくなってきた、はい、高原が倒されかかります。さあお互い我慢の時間、どちらが主導権を握るか、非常に緊張感が張り詰めています。この前半です。ボールはカメルーン、さあエンボが追っていく、クリアしました。いいカバーですね、山田、うん、さあムジャンカからもう一回最終ラインから作っていくカメルーン。右サイドジェレミー、この人がいいボールを上げてきます。折
う一回右サイド、ボールを取ったのは5番の宮本、一旦奈良崎に下げました。名古屋グランパス8、さあ奈良崎からここからしっかりと作っていきたい日本です。今日の日本のフォーバックは中央に坪井と宮本、そして左にサントス、そして右に山田、非常に攻撃的な布陣を敷いています日本です。今の藤田の受けてそして中盤を使うところ、あのタイミングがやっぱりすごくいいんですよ、はい、リズムを作るんですよ、周りを生かす動き、そして小野、これがボールを取った、左サイド待っている藤田から、あっと藤田からのヘディング落として高原へという、ちょっと高すぎましたよね藤田にとってはね、はい、藤田のポジショニング非常にいいです。いいですね、あの彼の読みですね、あの本当に相手の一番嫌がるところ、そのセンスがやっぱり素晴らしいですね、はい、だからやっぱり大きくないんですけども見やすいんですね彼ね。今のシーン見ていましても、はい、ここで競ってもういきなりもう一番嫌なところを、ね、開いてね、サイド、はい、あイメージ的にあそこでいいボールが落とせばね、シュートが来る。ただ今のシーンもあれですよね、藤田サイドからダイレクトで逆サイド振って、それでまた逆サイドということでね、はい、すごく展開が大きかったというね、いい攻撃でした。非常にこのピッチを広く使いました日本です。さあそして柳さんへというボールはホイッスルが吹かれました。堀池さん、はい、上から本当ハイペースでね、はい、あの日本もチャンスを作ったせいもあるかもしれないんですけども、ちょっとこのペースがちょっと続いたらちょっと心配ですね。ちょっと心配な部分とか、はい、ちょっとダウンが欲しいですね、はい、少し落ち着く、もう少し落ち着いて、はい、そうですね、はい、相手に攻めさせてカウンター狙うっていうのもいいと思うんですよね。思いますね。浮かせて逆サイド狙っていくアトゥーバ、ボールは中田、中田が溜める、気をつけなきゃいけない、ダメないぞ中田にボールが入ります。詰めていったのは20番の五掛け、今中田がねキープしてキープしてね、はい、あの頑張って奈良崎に返したそれからこう外へ蹴ったら意味がないですね、うん、少し大事にしてほしかったね今。いやでも雨の日が始まります。今カバーが誰もいなかったですからね、気をつけないといけません。一瞬ヒヤリとするシーンでした。そしてヌジャンカから長いボール、左サイドは繋がらない。さあ日本中盤です。稲本ちょっと中田とかぶりました。ホイッスル吹かれて日本ボールです。6番の稲本純一。セルジオさん、はい、あの日本が守備になった時なんですけど、カメルーンの左サイドのチャトがいつもフリーなんですよ。それは中田がいつも中央に今いますよね、はい、だその辺がサイドバック、左サイドバックすごく厚くから日本の右から、ね、攻められる回数多いんですけど、そこを少し気をつけなきゃいけないなって感じがしますよね。そうですね、やっぱり前半の立ち上がりからね、はい、そこを突かれてますね。あのチャトとアキュバのこの2人で山田1人が見てるという、そういう感じになってますよね。その通りです。真ん中はね堀池さん、はい、すごい守ってるの日本はね、はい、問題はサイドがちょっと薄くなってますね。じゃあそこを中田が行くのかボランチが行くかですよね。その辺がはっきりしないといけないですね。今の中盤から前線へのハーモニーは非常に力強いものがありました。ただセルジオさん今おっしゃった通り、確かに手前のサイドですね、はい、皆さんテレビで見ている画面でいうと手前のサイド、日本気をつけなくちゃいけない。そうですね、はい、まあ、特にシステムが若干その変則ですよね、カメルーンの3バックみたいな感じで、はい、こういうチームに対してその今のサイドをどうやって見るかというのもね。いいボールですけどね。けどもあの辺りのね、あの体の入れ方、あの身長の生かし方ってやっぱり見事ですね。はい、体格があって非常に俊敏性がありますこのカメルーン代表です。ボールはその注目の左サイド、チャト、堀池さんが今指摘していましたアトゥーバ、ここを山田が必死に守っています。その山田、競っています。ここの、ね、先ほどの、はい、あ中田秀俊からのボールです、はい、そして柳沢が倒れました。あそこがね、あの柳沢の足がもう一歩前に出たら今キーパーが出るところのギャグを取ってね、長いボールが入ってくる、はい、さあクリアされました。この辺り大歓声の中行われています日本対カメルーン。とにかく来年の2月になりますとワールドカップのドイツ大会アジア予選が控えています。12月の5日に各大陸の予選の抽選会があって日本の対戦相手が決まります。それまでにまずこのベストメンバーが揃う最後の試合に結果を出しておきたい日本代表です。さあ高原から柳沢です、こぼれて高原、
チャトからさあ日本がボールを奪っていく、小野から高原、中田、あと中田ボール強い、中田しかしボールを奪われました。中田がちょっと倒れています。今かなり入りましたからね、はい、強くプレーが止まりました。いや本当にゲームの中で永田選手がその接触プレーの中でこんなに痛い格好するのは珍しいですよ。はい、はい、ただねあそこちょっと持ちすぎましたね今ね、後ろからね、はい、背中向きですからね、やっぱりこういうレベルなら非常に激しさがありますから、ここですね、あのこの後ね、はい、非常に激しいこの当たりです。まあ狙われてると思いますよ、ターゲットにはされてると思います、はい、やっぱりこの辺りはやっぱり司令塔としていい選手という証拠ですよね。まあ、カメルーン代表の選手たちを見ても、見ましてもフランス、そしてギリシャ、それはドイツ各国で活躍している選手たちが多いんですが、当然その相手ターゲットというものはこの中田英寿ということになってきます。カメルーン選手は1人ちょっと体調悪いようで交代しますね。あ、カメルーン今21番のフェレミがピッチサイドに寄ってきました。交代があるようです。さあアトゥーバから、さあ日本代表この早い時間前半で得点奪いたい。西田の試合が預けてサイドサントス前線に送った高原、高原からゴール前では柳澤が追いている高原、これはクリアされました。惜しいシーン、高原が諦めない、折り返す、さあどうだ、ゴール前入っていく、カメリが抑えました。詰めていったのは最後小野伸二、しかしいい流れ、サイドからの崩しを見せました日本です。高原が今強かったですね、はい、この辺ね、この辺体付けてね、そしてゴール前、ただ真ん中に高原入りはね、今のところそこに入ってたんでしょうけどもね。柳沢からこの永田選手もね、ちょっと先ほどの足がね、はい、ちょっと気になったのか、最後はしかし小野が柳沢に代わって飛び出しているあたり、まあ、2列目3列目からの攻撃も非常に期待できる今日の日本です。角田さん、はい、あの21番ファレミが入りましてヌジャンカですね、下がりました、ディフェンスが変わりました、はい、さっき内転筋を抑えてたみたいですけどね、そうですね、足の付け根を抑えてましたね、はいはい、今ファレミがセンターバックの左に入りました。さあ稲本からのボールこぼれて中田入れてほしい、追っていく、そして高原、高原キープして強い、非常に今日は強さを見せています高原です。ボールはチャト、そしてエンボマ、エンボマがサイドに寄って、さあいいボールを出すか、ここは落ち着いて日本が相手に攻撃をさせません。ここまでは日本、エンボマ、そしてフォワードに入っています20番のモカケ、この辺りに仕事はさせていません。サイドを崩されていますが、非常にヒヤリとするシーンはさほど多くない日本の前半です。いい守りです。まだね、決定的なシュート1本も打たせてないですね、はい、ただ日本も決定的なんですけど、シュートがまだね打ててないんで ね、はい、こうシュートを打ちたいですね日本は。決定的なシーンはありました。そうなんです、しかしそのフィニッシュ、シュートまで持ち込めない日本。さあここから、ここから上げていきたい日本です。今サントスが倒れています、イエローカードですね、はい、イエローカードが出ました。完全に遅れたんですね、ジェレミーです、ジェレミーが倒してしまいました。今年はセネガル、ナイジェリア、チュニジアとアフリカの強豪と戦ってきました日本代表、締めくくりは不屈のライオンと言われますカメルーン代表です。さあ今拍手とともにサントス立ち上がりました。ジーコジャパンの船出は去年10月のジャマイカ戦、それから14戦、これが15戦目ということになります。来年のワールドカップドイツ大会のアジア予選へ向けて、まさに進化が問われる最強のカメルーンとの一戦ということになりました。ここまでは0対0、まもなく前半30分、早くも30分ということになります。さあボールは右サイド、ジェレミーがまたボールをキープする、はい、いいですね、足を押さえています。今大丈夫ちょっと空足になったような状態、うん、ちょっと地面、はい、地面を蹴ったみたいですね。そうですね、ちょっと打つところが心配です、
ちょっと体寄せられてファル気味と思うんですけどね、はい、ちょっと地面を見てしまった。ジーコ監督が映りました。さあ藤田、せっかく掴んだ代表の舞台、ここでプレーをやめるわけにはいきません。いいカットしたんですね。うまくね、カットしてね、はい、ここから切り返してこのシーンです。うわ後ろから、いやちょっと地面を蹴ってしまったんですね、はい、いわゆるダフってしまった状態なんですが、はい、足元を注目しましょう。後ろから来てますよ、相手の足を蹴ったんですね、蹴った感じですね、はい、さあ相手のファールじゃなくて奪ったところにやっぱりちょっと入って大丈夫と思いますね、はい、決めてないから、はい、藤田俊也先発は代表では99年の南米選手権以来4年ぶりということになります。今までなかなかチャンスが巡ってきませんでした。32歳にしてヨーロッパに渡って経験を積んでようやく掴んだこの代表の舞台、このままピッチを去るわけにはいきません。セルジオさん、はい、今の一連のプレーなんですけど、その前藤田に行く前のボールの奪い方っていうのはいいですね、はい、いいですよね、集中しますよね、日本は。今日はね、高原にしても非常に前からの攻撃の、集中力が高いですね。高いですね、起動してますね。じゃこういう時に行ってほしいですね。そうですね、はい、とにかくジーコ監督は今藤田戻ってきました。まあ、僕はねちょっと、まあ、ほっとしました。飛ばし気味の試合と思うんです。でここでやっぱり点取るか取らないかということがね、やっぱり大きく後に響いてくると思いますね。はい、まあ、そう飛ばしているというのはもうとにかくやはり来年ワールドカップの予選が控えている、そのあたり選手たちの気持ちというものが前に前に出ている試合です。密度の濃い前半になりました。まもなく前半の30分、ピッチに藤田俊也が戻ってきました。さあ残り15分、日本1点が欲しい。向こうサイドボールが流れてジェレミーボールをキープ、入れてきて、これは怖い攻撃にはなりません。坪井がクリアします。いいですね、だから、はい、高原から柳沢、中田秀俊ボールをキープ、体を入れる、強い、粘って前へ送る、柳沢へ、しかし強さを見せました中田秀俊。レコールが起きています。今のシーン強いですよね、強いですよね、はい、あ背中に置いてね、来年以降ワールドカップの予選、そして勝ち抜いて最終予選、この人が中心になってくることは間違いありません。日本代表の精神的にも肉体的にも支柱になっています。カメルーンがボールを取る、日本は守りに入ります。5番のアクーバ、左サイドからの攻撃が非常に目立った前半のカメルーンですが、ここはややスローダウンしています。いやでも中盤のカバーいいですよ日本の、はい、今非常に日本代表ここまでうまく守っている。さあここは守れない、宮本が行く、詰めているゴール前、ヘッドクリアしたのは坪井です。まだあります、ね、この後さあアトゥーバ要注意、アトゥーバ要注意、左サイド折り返す、10番の藤田俊也がディフェンスに行きました。いいですね、はい、藤田があそこまで下がってディフェンス、そして13番の柳沢前を向く、倒れてホイッスルです。角田さん、はい、先ほどクロスボールを上げたのはあのアトゥーバじゃなくてチャトなんですよ。あチャトが上がってました。こちらのアトゥーバがサイドバックに下がったり、あのチャトが前に出てここ入れ替わってるんですよね。変則なんですよね、はい、その辺りボールはエンボバ、エンボバさあ狙ってくるか、シュートが来る、危ない、危なかった日本、今ねちょっと危なかった日本です。インサイドの山田がね簡単にボール取られたんですよ、はい、ここからチャンスが生まれるんですね。今山田がそうですね中央に寄って、はいはい、この辺りね、まあ、あのちょっとしたミスでね、はい、相手は非常にスピードを持っているチームですから要注意ですね。エンボマ J リーグでもこのスタジアムでね2点取ってますからね、キリキリ大きくしてますからね。東京ヴェルディでも非常にキレのある動きを見せているエンボマが、まあ、今日初めてと言っていいシュートを見せました。さあカメルーンが襲いかかってくる、これはオフサイド。さあ残り前半は15分を切っています。エンボマのシュートもありました。日本2003年ジーコジャパンの集大成、その進化が問われる試合、前半は0対0ゴール前、フラーフリーでしたからね、はい、こぼれたボールです。今触ってよかったです、ね、触ってよかったですよ、ヒヤッとしました。さあボールを入れてきます。7番のマクサイドからジェレミーゴール前上がっている、これはクリアしました。宮本、いや藤田俊也がクリアしました。そしてもう1回入ってきます、逆サイド、これはサントスが落ち着いてクリア、カメルーンのコーナーキック。さあ
前半非常に中身の濃い前半になっています。もう30分初めてのコーナーです。初めてのカメラに高さのねところを出したいカメラです。カメラに宮里これは稲本がクリアします。さあしかしまだノーサイドからロングスローが入ってきます。ロングスロー要注意。しかし稲本クリア、ね、運ばれている。一本守りたい。いいですよ中田、中田が行く。中田守った。さあ日本にとってはちょっと我慢の時間になりました。不屈のライオン、ワールドカップ出場5回のカメルーンが日本に襲いかかっています。この前半の33分。さあ日本が落ち着いて小野伸二から長いボール。この長いボールも日本練習で対応していました。なんとかその相手の裏を突きたい日本の意識が見えました。さあ最終ライン、向こうサイドボールが流れてカメルーンボールです。残りあと間もなく10分ということになります。さあ日本1点を取りたい、1点を取りたい日本です。シュートですね、シュート打ちたいですね。そうですね、いい形は作ってるんですけども、ボールは高原、そして中田が追っていく。実に今回はジーゴ監督、海外組を7人招集しました。まさに進化が問われる一戦、2003年のジーゴジャパンの集大成。その試合まずはいい形で1点を取って先制したいところなんですが、ここまでは0対0。山田、山田が落ち着いてボールを見送りました。オリンケはい、さん、日本はよく守ってるんですけども、忘れていけないのは山田とサントスがもうほとんど守りに回ってるんですね。そうですね、攻撃が藤田と中田のフォロー、だからサイドからもう少しこう脅かすという攻撃がちょっと少ないですね。今はやはりカメルーンの両サイドの攻撃団体に手を焼いているという感じですよね。そうですね、その辺がもう少しね、やはり勇気を持つということも大事だし、ボランチとうまくバランスを取りながら倒れました。やはり取りが行くということが大事だと思いますよね。その通りです。今両足で行きましたね。そうですね、ここ激しいですね、ここ激しく来ました。ジェンバジェンバです。マンチェスターユナイテッドでプレーしています。ジェンバジェンバが小野に行きました。小野伸二、フェイエノールト、ジェンバジェンバが小野を倒してしまいました。まあ、オランダリーグでこれぐらいの激しさには慣れてるでしょう、はい、まあ、来るのは分かってると思いますよね。変にね、きついファウルじゃなくて思い切ってタックルしに行ったっていうシーンですね。さあ日本の一つの見せ場が来ました。大きな大きな見せ場、セットプレーのチャンスです。左足ならサントス、そして右足なら小野伸二。そうですね、だからね、稲本が入ってほしいですね、はい、稲本が不利になってますね今の時点で、ね、ゴール前柳沢、そして中田英寿、藤田がね、はい、やっぱりこぼれ球を拾うの上手いですからね。藤田が期待したいですね。そうですね、ちょっといやらしい位置にいます。藤田が今前線に上がっていきました。蹴ったのは小野伸二、浮かせて裏を狙ってくる。オフサイドフラッグが上がる。浮かせてきました小野伸二です。しかし藤田が非常に面白い位置にいました。ちょうど今ペナルティーエリアの外にいたのが藤田。そうですね、間違いなくオフサイド取ってるというか、なんかわからないでオフサイドになっちゃったというような、そんな思わせるようなシーンでしたけどね。さあ日本コール、大日本コールです。さあこれ思い切ってシュートを放っていきました。3番の茶道、なんか焦りが見えますよね。カメルーンも1点が欲しい。そして日本も1点が欲しい。ちょっとグラウンドが悪いのは幸いしましたね。さあ一進一退の攻防が続いています。ジーコ監督は言いました、ワールドカップ来年の予選の前の、これはもうベストメンバーが揃う最後の試合になると話しています。まさに総決算の試合。日本代表、中田がボールを奪いに行く。稲本が行く、壊される。さあ左サイド、アトゥーバ要注意だ。上がってきた、シャト折り返す、体を入れました。すごいです。すごいと思いましたね。もう一回
たいチャドのスローインから中央に送ります。上げたボールは右サイド、ここにジェレミーがいます。さあ日本守りたい、小野が下がる、小野が下がって守りました。堀池さん、はい、もう決定的に両サイドから積極的に出てきましたね、カメルーンがね。カメルーンは出てますね、はい、だから逆に、はい、今日のサントスあるいは山田の攻撃の今の時間には期待できないから、もう少しサイドに中田あるいは藤田あるいは高原がね出てどうポイント作るかっていう時間帯じゃないかなと思いますね。そうですね、左サイドにちゃんと右サイド2番ドゥンベですよね、そこが出てますから、今度そこを日本が行かせるかどうかですよね。その通りですね、その裏をね牽制してほしいですね、はい、そうすれば中盤がそこに入り込むことによって今度日本のサイドバックが攻撃参加を使うこともできますからね。その通りです。その後ちょっと止めたいね、このサイド攻撃をね。そうですね、ちょっとサイドをやられすぎてるかなってそんな感じしますね。さあそのあたり日本の中盤の4人、藤田俊也、中田英寿、小野伸二、そして稲本潤一、そのあたりがどうサイドの山田さらにはしていくか。長いボールが入ってくる、藤田、さあ小野から前線に柳沢、藤田土砂を経由する、ああこれは繋がりません。小野が上がっていく、小野が上がっていきます。さあ間もなく前半の40分ということになります。日本ややこの時間帯は相手に攻め込まれています。ただよく守ってますよ、しっかりと守っている印象は、はい、ですから前半はこういう戦いになるというふうな感じでね見たら90分考えたら僕は十分やってると思いますんでね。いやテストマッチだと思いますね、これはね公式試合らしい非常に緊迫した試合ですね。張り詰めた空気がこの会場を支配しています。ワールドカップ予選まであと3ヶ月、そういった意味で日本にとっても結果が欲しい今日のカメレス戦。チャドが上げる、さあゴール前、4人がクリア、危なかった、最後は宮本のクリアです。いいですね、はい、しかしまだ来ます、アトゥーバ上げてくる、チャドが上げた、そしてもう一回今度はアトゥーバ、この後ですよ、この後この後逆サイド、クリアです、上げて日本守りたい、稲本クリア、稲本クリアした、危なかった日本、嫌なところ、嫌なところついてきますね、一瞬ヒヤリとしました日本です。ただね、守りが頑張ってますね日本ね、はい、十分頑張れ日本、ここはクリアします。ワールドカップ予選は来年の2月、もう3ヶ月時は刻まれます。その中で日本代表2003年の集大成、守りどころ、今前半の40分を過ぎました、裏を狙ってくる、必要にこのサイド狙ってきます、カメルーンです。いいカバーですよ、はい、そしてチャト、チャトが入れてくる、クリアします、3番の坪井です。あとはこの後のね、チャトたちのリズムになった時にどういういい攻撃があるかですね。あっと向こう側のタッチ終わりました、残念だな、今のボールを大事にしたかった日本です。柳沢、セルジオさん、はい、もうカメルーンはね2トップじゃないんですよ、4トップです。そうですね、もう前、はい、前にね、はい、もう完全あの両サイドがもう前に上がっちゃってね、そこに4人に対して4人のディフェンスプラス稲本か小野がしっかり、ね、入ってますね。で今守備は集中しますよ。さあその分相手が攻めてきている分チャンスもあります。この後ですね、そうです、藤田俊也が前線に上がっていきました。いやワールドカップ予選考えたらね、いやこういう展開っていうのはね十分予想できますんでね。そうですね、はい、ですから自分たちのリズムに変わった時にいかにどういう仕事ができるかというところもね一つ見てみたいですよね。ワールドカップ予選ということになりますと当然中東勢との対戦が予想されます。そうしますと相手は引いてくる、はい、その中でどう崩すか、そういったことも今日の試合進化が問われる一戦です。さあそしてイエローカードがヌジャンカでしょうか、出ました。画面捉えていますのは19番をつけましたジェンバジェンバ、そしてチャトが意義を唱えていますが角田さん受け入れてもらえません。角田さん、はい、13番メトモですね、イエローは、イエローメトモですか、はい、メトモにイエローカードが出ました。この人も去年のワールドカップのメンバーでした。これはね妨害レフェリーにクレームつけましたね今ね。ボールは山田、
さあちょっと中途半端なボールになって、これは要注意です。こういうボールがね、はい、やっぱりリズム変えますからね。そうですね、こういうのは気をつけなきゃいけない。以前オリンピック代表のコスタリカ戦でもこういった不用意なボールを奪われて得点されたシーンがありました。リズムが変わってしまいますからね。そうですね。さあ日本守る時間帯、そして気を見て攻める時間帯です。残りあと3分を切りました。前半ジェレミーから、これさあここはエンボが待っている。エンボが待っている。危ないぞ、日本守りたい。いや今ねエンボの右足で助かりましたね。今ね、そうですね、エンボが狙ってました。さあ右サイドから追っていったのは9番の高原です。トリケこの時間帯ね、ずっとね日本の選手ほとんど前向けない立場ですね。はい、すごいプレッシングかかってますね今。あのプレッシングをかけて、しかもあのベルリンのシェファー監督がサイドからどんどん行けというね、そういう指示を出したんですね。さあ日本我慢の時間帯が続く。そして攻めていきたい。小野伸二ボールをキープ。高原倒されました。ホイッスルが吹かれて、さあ日本ボールです。チャンス12本、はい、残りあと間もなく前半1分ということになります。サントスがどうやらフリーキックを蹴ります。ゴール前中央には中田がいて、そしてファーサイド柳沢、高原も上がってきた。そして坪井も上がってきました。矢から入っている稲本、稲本低いボールでいきます。稲本フリーでしたね。フリーでしたね。今逆サイド行けばね、手前の画面手前の逆サイドいました。さあジーコ日本、その首位体制、来年のワールドカップ予選に向けて我々にその素晴らしい未来形を見せてほしい今日の試合。いい動きした。裏を取った。柳沢だ。柳沢だ。よし。いや今いい動きでしたね。そうですね今ね。ただやっぱり動き出しいいものがありました。ピッチでイレグラしてますねボールがね。ここですね。この瞬時からのボールです。ここ膝に当たってますね。はい、ただ柳沢の良さが出ました。いやもう今ぴったりでしたね。出すが受けるが。高田さん、はい、ロスタイム1分です。ロスタイム1分、はい、さあ1分、しかし1分あります。日本1点が取りたい。ボールは中田、そして裏にこぼれて。セルジオさん、はい、今の柳沢の動きなんですけど、やはりカメルーンという身体能力高い選手に相手もボールない時の動き出しですよね。いやスピードではね勝負できるじゃないですか。柳さん今みたいにいい動き、いいボールが出ればね。そうですね、はい、十分勝負できる。ね、はい、宮本が入って大変心配されましたが、ここまではよくやっています。もうサイド、さあ、カメラが伝えていく。日本守るか。今藤田ですよ。藤田が競っていきました。やっぱりね、ただね、今前半日本はねしっかり守れば、この飛ばしてるカメルーンがねやっぱり時差も含めてね、後半はねちょっとやっぱり疲れてくるということをチャンスが来るんですね。絶対変えますよ。となるとこのセットプレーをしっかり守らなくてはいけません。0対0で前半終わりたいですね、はい、今ロスタイムに入っています。もうほぼラストプレー。体を抱えてきた。ヘネク失礼します。落ち着いて中田、ここでホイッスル敷かれて前半終了。日本しっかりと守り抜きました。後半の得点に期待しましょう。0対0で後半を迎えます。中田英寿を中心に円陣を組みました日本代表です。日本代表対カメルーン代表、前半終わって0対0。2006年ドイツワールドカップアジア予選まで3ヶ月を切りました。その集大成ともいえる試合、前半のシーンが出ています。柳沢から、あ、高原こぼれて小野伸二というところ打ち切れない。ジーコ監督もこの表情。そして中田のヒールから柳沢が詰めていく。これも得点には結びつきませんでした。そして藤田俊也、前半は非常にいいポジショニングを見せて、ここ一瞬足が
芝生を叩いてしまいまして心配されましたが元気にピッチに戻っています。まあ、前半は攻めに攻めて、そしてこのエンバマのシュートもありました。守りに守って0対0、我慢の前半ということにもなりました日本代表です。さあ後半、今回は海外組を7人招集して、まさに2003年ジーコジャパンの集大成ともいえます今日の試合です。いよいよ後半の全ての決まるキックオフです。今後半が始まりました。右にエンドを取りました日本、そして左にカメルーンです。運命の後半の全ての決まる45分が始まりました。さあセルジオさん、はい、前半は日本最後守り抜いて、そうですね、後半ですけれども、はい、前半の終わりは、ね、非常に苦しかったですけども、まあ、0点で抑えてね、まあ、カメルーンの勢い後半は落ちてくると思いますね、その体力的にね、はい。まあ、日本はね、高原の、ね、ビッグチャンス、シュート1本で終わってますからね、押したなりにシュートがちょっと少ないっていう感じがしますから、まあ、できればもう少し両サイドから攻めたいですね、はい。今ボールは宮本。角田さん、はい、カメルーンにメンバー交代がありました、はい、20番モッカケに変わりまして14番エパレが入りました。エパレが入りました、はい、はい。エバレ、この人はギリシャのクラブチームでプレーしている選手です。さあ後半、うん、前半の立ち上がりね、良かったですからね日本もね、やはりこういうゲームはね、あとは決定力、はい、点ですよね。さあ高原へのボールはクリアされます。さあ後半のスターティングメンバー、日本はメンバーは今のところ変わっていません。もう一度見てみましょう。もう完全崩れましたね、はい、今ね。サイド攻撃、ヌジャンカが上がっていって、あ、守ったより、はい、うまく当たりましたね。そうですね、今ついてましたね。さあこの運を味方につけたい日本です。前半の立ち上がり、まず襲いかかったのはカメルーン。ドイツハンブルガー SV、 高原直弘、すごい後半の立ち上がりですね、両チームね、攻めに攻めて、ここですね、はい、日本ピンチの後にチャンスが来ます。さあサントスが今コーナーの辺りに向かいました。ここをね、高さを意識しないでね、はい、素直にボール上げてほしいですね。シンプルに、そうです、はい。さあゴール前、長身のスボイも上がってきた。3番のスボイ、そして6番の稲本が上がってきた。ゴールサイドには10番の藤田が寄っています。ボールが上がっていく。さあファーサイド、稲本が攻めている。稲本ボールをキープ、あーっと手前のタッチを割りました。さあ前半同様、後半開始早々から攻め合い、非常に密度の濃い後半の立ち上がりとなっています。日本対カメルーン、日本はワールドカップのアジア予選まであと3ヶ月を切りました。ボールを奪って上がっていこうという高原、倒されてホイッスル、日本ボールです。さあ見せ場が来ました。チャンスですよ、はい、セルジオさん、はい、今のところ藤田がボールを奪いに行ってるんですよ。そうですね、じゃあその辺の攻撃的な攻撃のセンスと、やはり守備意識ですよね。そうです、あとはね、やっぱり今みたいに高い位置で日本はね、プレッシャーかけに行くために、やっぱり枕はね、今みたいにちゃんと押し上げをしててほしいですね。そうですよね。そして日本チャンスです。左足から14番サントス、そして18番小野伸二、右足高原を待っている。さあサントス蹴った、逆サイド、ボールが大きくを描いてゴールラインを割っていきました。左足もいいんですけども、小野の右でね、ゴールに向かっていくっていうのはね、はい、いや触らなくても相手は嫌ですね。チームの監督はご覧のように大きな声を出しています。海外組を7人招集してワールドカップ予選前、ベストメンバーが揃うのはこれが最後の試合だと明言しました。それだけにこの今出ています、最強のカメルーン相手に日本代表が進化を、あー、裏を出された。さあ
柳沢がスーッと出ていきましたが、さっと肌が上がりました。今ここにね、高原と藤田のね、いいコンビですよね、はい、ここね、守備のコンビですね、守備のコンビですね、いいですね、今、まあ、この前ですけどもね、はい、この前のシーンですけどもね、はい、高原に当てて藤田がもらって、そして次もう一本というね、最後柳沢へというシーンでした。日本随所にいい形、リズムを作り出しています。全体的にはセルジオさん、非常に日本よく守って、そうですね、はい、まだね、はい、決定的なシュートはそんな数はないんですけどね、しっかりやってますね。非常に得点への可能性を、まあ、0点で抑えてる限りは、はい、1点の可能性は十分ありますからね、はい、さあその守る時間です。先に取られたら日本は結構苦しんでるのが多いんですから、はい、守りをきちんとやってほしいですね。セネガル戦もそうでした。ボールが入ってくる、ジェレミーのボール、逆サイドシャットが上がってきました。いや、21番のジェレミーです。いやー、スーッとこの長身のディフェンダーが上がってきました。そして上げていったのはイングランドプレミアリーグチェルシーで活躍していますジェレミーです。嫌なところキーパーが出れないところに、まあ、カーブでね。さあ、ひときわ大きな歓声、大分ビッグアイ、日本の選手たちを後押しします。満員のブルーのサポーター、今日は中津江村からも400人以上の、まあ、カメルーンを応援するサポーターが来てはいるんですが、青が圧倒しています。その中で日本、まあ、ご覧のように中津江村からのサポーター、そしてこちらは日本を応援するサポーター。日本が1点を先に取るか。後半早くも6分を経過しています。浮いたボール、柳沢こぼれて高原、ビッグチャンスです。あわよくば PK というシーンでした。ここうまく逃げてね、まあ、ここはもう完全、はい、タックルが入りましたね。これは今ディフェンダーにとっても後ろの藤田がちょっと気になりましたね。いい動きでしたね、はい、いやこれもゴールに向かっていくという姿勢ってなかなかいいですね。さあ、スリオさん、はい、来ましたよ、まあ、セバがサントスもフードも、はい、中田も行きました。あそこから何でもできるじゃないですか。さあ、7番中田英寿も昨日フリーキックの練習を入念に繰り返していました。今日日本は勝つなら、はい、ここがチャンスですね。このセットプレーをいかにものにするかしないかというのは今日の試合の全てがかかっているかもしれないですね。さあ、非常に大きな局面を迎えました。中田が低いボールで行くかもしれないですね。中田が行くか、7番か、中田が行く、ことができません。今のシーンです。うーん、中田のイメージとはちょっと違ったか。そうですね。しかし今大分ビッグアイ、ため息と歓声に包まれました。中田もこの表情です。昨日中田英寿はフリーキックの練習をとにかく入念に行っていました。まあ普通ですと左足サントス、そして右足小野伸二ということになるんですが、中田もいいフリーキックを持っています。さあ、まだチャンスあります。日本時間が経つことによってカメルーンの選手らも多少疲れてきますからね、はい、チャンスはチャンスと思いますね。さあ、日本が奪うか、倒してカメルーンボールです。小野伸二が倒しました。さあ、そのあたり、まあ、当然カメルーンも疲れてきます。その中で日本がどう活路を見出すのか。再びディフェンスの時間帯、日本両チームともこういうゲーム展開ですからね、こういうセットプレーね、はい、やっぱりこう不用意に相手にファウルをしないというのも鉄則でしょうね。さあ、再びジェレミーが行く、ジェレミーが行く、行かせて、ここへ落ち着いて戻しんでクリア。さあ、日本ホームではいいプレーを見せました藤田俊也、そして小野伸二、稲本11、中盤のコンビネーション非常に素晴らしいものがあります。中田からのボールです。ワールドカップドイツ大会アジア予選は来年2月、ジーコ監督はもういつでも予選に臨む準備はできているとそう話しています。アウェーで
日本は3勝しているのに対してホームでは8月のナイジェリア戦しか勝っていません。それだけに今日こそ強い日本を来年のワールドカップの予選に向けて見せておきたい日本です。そのためにね、やっぱり今日の試合は0対0でね、はい、カメルーンがどんどんやっぱり攻めてくるところを日本はしっかり守れると思うんですね。だから先に先取点取られたらね、今度は相手が引いて、はい、日本が一番嫌がるところを引いて逆襲するところでね、その意味で日本が先取点取るっていうのは非常に大事ですよね。高原から藤田ですよね。この動きらしい藤田の持ち味、サントス藤田は藤田が、まあ、進出鬼没といいますか、随所にあのジュビロ時代に見せたようなプレーが出ています。本当にいい動きしますよ。松田、はい、この辺りはいる高原とこの藤田のコンビというのは昔からですね、お互いボールとその相手の選手の必ず自分の視界に入っているというかね、やっぱりその辺がいいですよね。藤田本人も本当にいいですよ。高の考えていることはもう自分で感覚で分かるというふうに話しています。高原と藤田ロシア元ジュビロコンビ、後半の方がサントスもね、もう少し高い位置でプレーしているという感じがしますね。あの山田の方も先ほどね、はい、ドーンとねボールは出ませんでしたけど、ね、はい、オーバーラップするシーンがありましたので、ね、さあ左サイド上がってきた日本要注意だ。日本が守る藤田ロシア、ここにいました。そして中田秀俊落ち着いて前へ送る。ボールを受けたのは柳沢、柳沢から高原、キープして右サイド送ります。山田、もう一回右サイド、藤田俊也が中へ入れる。柳沢、なんとか風を満たして日本このでフォーアップ右サイド折り返す。柳沢、決めることができない、決定的だったか柳沢。いやー今中田秀俊もこの表情、これ右サイド上げたのは藤田ですよ。藤田なんですよ。なんか藤田3人も4人もいるような感じしますよ、ね、いや本当です、ただ相手にとっては非常に今嫌な存在になっているはずです。ただあそこもうどうでしょう、前半のあのシュートシーンも見てもやっぱり止めると相手のディフェンス早いですから、はい、あそこなんかダイレクトでね打つシーンも見たいですね。また藤田もそれができる選手ですしね。あ、もちろんそうです、はい、さあ堀池さん、今のなんかダイレクトでしょ。あのダイレクトで狙いたいというところなんですけど、ピッチコンディションがかなり悪いんですよ。でボールがどうしても足元に入ってしまう、そして、ね、地面をやはり砂地がちょっと砂が多いので地面を一緒に蹴ってしまうという感じがするんですね、はい、選手がすごくやりにくくなったんですね。靴のライオン、カメルーン代表相手に日本が奮闘、現在は0対0、まあ、そうは言っても向こうのチームの選手もそうですからね、まあ、さあ藤田からボール、仕方ないですね、はい、シュートで終わらなかったら逆に相手のゴールになった時に逆襲になりましたね。カウンター、はい、まあ、小野伸二はボランチに入っています。攻めにかかった分これ、ね、いい動きでしたね。藤田がね、ゲームを作る方に非常に機能してるんですけどね。そうですね、はい、もう一つはあの藤田が決めに行くっていう動き、はい、藤田がゴール前に出ていくっていう動きがあればなお面白いじゃないかなと思いますね。そうですね、今藤田は周りを生かす役に徹しているという印象があります。さあしかし10番の藤田、4年ぶりの代表ということになりました。スタメンでは代表ということになりました。その藤田が前後半通じて32歳最年長の代表が躍動しています。今柳沢が倒されました。シェファー監督熱くなってますね。あ、画面には映っていませんが、シェファー監督、カメルーン代表も今ピッチサイドに出て大きな声を出しています。さあそして最終ライン、坪井、中田、つないでいったのはカメルーンです。右サイドへ送る。さあ14番のエパレ、そしてジェレミー、一旦最終ライン、グンベから大きくメトモから前線に送っていく。これはオフサイドです。日本しっかりとラインを上げていました。さあ10番のエンボモが映りました。そして藤田俊也、藤田俊也がボールをキープして
ここから、ここから作りたい日本代表。ゴールキーパーカメリ19歳しっかりと取りました。さあ逆にカウンターか。カメルーン代表ジェンバジェンバ、いやジェレミーです。そして逆サイド、左サイド低い位置でボールをキープ。ジェレミーがボールをキープする。ジェレミーが中央に入っています。そして右サイド、おっとドゥンベがかわされて藤田の足上がっていく。さあゴール前高原、そして来たが合いません。しかし藤田俊也が本当に動いています。後半いいですね、はい、目立ってます。セリジョさん、はい、今のところも高原が動いてその裏に走り込んだ柳沢をしっかり見てたんですよ。でそこにちょっとね、中田が入ってボールが触れてしまいましたけど見てますね、藤田はよく、ね、はい、高原と柳沢がクロスしたの基本通りにね、逆サイドに狙ってますね。今この後半は一番藤田がボールを触っていた、ね、藤田がかわして上がっていったシーンです。藤田俊也32歳、ついに夢 の、 その海外でのプレーが30を過ぎて実現しました。そして掴んだ代表スタメンの4年ぶりの舞台。本人もチャンスだと思う、とにかくチャンスだと、そのチャンスという言葉を繰り返していました今日の試合です。いや真面目な選手ですしね、もうね前回も南米選手権ですか、いや本当にね一生懸命頑張ってましたけどもね、良かったですね今日。ただこの辺りのねセットプレーは良い注意ですね。せっかくいい攻撃の形が日本はやってるところに、こういうセットプレーは良い注意です。すごいシュート打ちましたね今。はい、楢崎も、ね、本当に、ね、はい、反応したんですよ。ここですね。いやここ入ってきてますからね、ボールがね。もう守れないんですからね、楢崎はね。もうわずかにポストの左。ジェレミーが上げて、楢崎弾く。そしてこぼれたボール、21番のフェレミーのシュートはサイドネット。さあまた今度選手を変えてきます。角田さん、はい、3番のチャトと15番の魔法剣が変わりました。3番のディフェンダーのチャトに変えてフォワード登録の15番魔法剣を入れてきた。これはカメルーンも点を取りに来ます。当然点を取りに来ます。今決定的なシーンを逃しましたカメルーンです。さあ日本ボールは小野伸二、2003年ジーゴジャパン、これが13戦目ということになります。そのまさに集大成の試合と言っていいでしょう。来年のワールドカップ予選まであと3ヶ月を切る中でベストメンバーが揃う最後の試合、日本代表得点が欲しい、そして勝利が欲しい。ボールは高原、高原ボールをキープ、あとボールを奪われました。さあジェレミーが預けてエンボマ、あオフサイド、これはオフサイド。いや一瞬ヒヤッとしました。はい、7番のマクンが上がっていきました。先週になった気分、いやもう松木さんがもう旗を心の中で上げてました。上げちゃいましたね、はい、いやいやいや、エンボマ、そして最後小柄なマクンが上がっていきました。これは旗が上がっています。さあ今前半の19分を過ぎました、後半の19分を過ぎました。日本
なんとかリズムを手繰り寄せたいこの後半です。そうですね。ですからここからでしょうね。またもしかするとリズムが変わってきますんでね、はい、ここできちっとできるかというのがね、一つポイントになってくるでしょう。このボール、小野伸二預けて稲本からもう一回小野サイドに送って、山田がこの位置にいる。ジェレミーをかわす。そして6番の稲本、フラム、フラム、稲本倒された。ホイッスル吹かれて、さあリスタート。中田竹俊から感じはするんですけど、はい、多分ファールする意識はなかったんですけどね。いやけどもいいところ入ってきましたね、ボールが ね、 ね、いいゴールでしたね。今ね、柳沢のね、トラップミスでじゃないと思います。相手に近いところでね、はい、よくあそこでトラップできたと思います。さあ今度は14番のサントス預けて、藤田俊也、小野が上がってくる、フェイドルと、そしてパルマ中田、狙っていました。そうでしたよね。いや、この姿勢が中田英寿です。キャプテンの姿勢を見せました。ですから中田とその小野選手のポジションがチェンジしても面白いですよね、はい、ああいうシーンがね、中田選手正面でボールを受けられるというね。当然左も右もできる選手です。そうですよ ね、 ね。ですからあとはね、やっぱりカメルーンがね、だんだん疲れてくる時間帯と思いますね、はい。まあ、どんどん交代がね、カメルーンの方に増えてきてるということは、やっぱりコンディション的に非常に苦しくなってきた時間じゃないかなと思いますね。テレジョーさん、はい、あの18番上野がもうピッチに、中田選手を変えてきます。18番のウェボはまたフォワード登録の選手。さあボールは高原が上がっていく。そして稲本浮かせる、裏を狙う。ああ高原に感じることができませんでした。さあまたまた選手を変えてこようというシェファー監督、カメルーン代表。さあ逆にマクンです。マクンからエンボマ、しっかりエンボマシュートを切り返す。グランダーのシュートしっかりと奈良崎が抑えました。滝沢さん、はい、日本も大久保がユニオーム姿になりましたよ。ああそうですか、はい。さあ大久保がご覧のようにジーコ監督に呼ばれました。これが代表11試合目ということになるんでしょうか。まだ代表ではゴールがありません。オリンピック代表の快速の点取りは大久保がついにピッチに立つのか。ひときわ大きな歓声が上がっています大分ビッグアイ。得点は0対0。ボールはカメルーンです。左サイド、カメルーン代表もややスピードが落ちてきました。ゆっくりと上がって崩していこうというカメルーンです。ゴール前にはエンボバ、稲本がアタックに行く。ボールを奪いたい日本。小野が行きます。小野伸二、そして藤田も行く。サントスがマークに行く。オーバーラップをしています。14番のエバレ、そしてエンボバ繋いで左サイド、ジェレミー右足上げてくる。エンボベ、危ないボールでした。そして中田稲田氏倒されて、ここでホイッスル吹かれます。そして今18番のカメルーン交代選手ウェボが入ります。フォワード登録の選手。今回のカメルーン代表は24歳以下の選手が非常に多いんですが、今大久保が映し出されました。こちらも若い大久保がどうやら日本入りそうです。最後まで諦めないですからね、大久保はね。こういう時間帯はね、なかなかね、楽しみですよね、日本チームにとって。カメルーンはマンチェスターユナイテッドに所属しています。ジェンバジェンバに代わって若いウェボが入りました。ただ大久保誰と代わるかというのもね、一つ。そうですね、まあ、みんないいですから。はいはい、柳田。ああそうですか。ああ柳沢に代わります。今柳沢が呼ばれました。ということは大久保と高原のツートップということになります。日本代表選手の交代をしました。この大歓声に迎えられて、日本の若き期待の星、オリンピック代表大久保が入ります。これぐらいチャンスを自己監督からもらってるから、はい、今日こそ筋で結果出してほしいですね。来年はオリンピック代表の最終予選もあります。そしてフル代表もさらに視野に入れようかという大久保。結果を出すか。今度こそ代表、フル代表での初得点が欲しい大久保。とにかく出たら走り回りますと話していた大久保です。14番サントス、5番の宮本がボールをキープ。
大久保は今前線に流れていきました。そして画面は宮本、そしてサントスが前線に送る、その大久保へ、大久保ボールをキープして倒されてホイッスル。さあ鶴田さん、大久保が入りました。そうですね、やっぱり彼の特徴点は 前向いてプレーすることですから、はい、この位置でね、あんまりポストプレーに戻ってほしくないですね。高原に受けになって彼がやっぱりゴールに向かっていく、はい、大久保藤田っていう縦に出るっていうスピードをね、十分に活かしてほしいですね。相手は疲れてきてる時間帯ですから。さあそのあたりしっかりと相手の裏を狙っていきたい日本です。14番のサントス、小さく出しました、小野伸二。そしてあっとところでボール危ない、ここで守った坪井が出ます。坪井も今日は随所でスピードを生かしていい判断を見せています。裏はレッドダイヤモンドから今回は坪井、そして山田、さらにゴールキーパーの鈴木、3人が選ばれました。好調レッズから3人が選ばれています。さあそして大久保、大久保が行く、大久保っていった、諦めない大久保、大久保諦めない、ゴール前には高原、そして中田が待っている、ボールはサントス、サントス倒れて手前のタッチ終わりました。日本ボールです。チームに流れを呼び込むか、高原がシュート、今ねいい動きして高原ね、フリーになってしまう、フリー様高原シュート、相手の裏から入ってきてね、消える動きですよね、消え、一回消えて出てきましたんでね、決めないときちゃう。1番のブンベが一瞬翻弄されましたが、カメリに抑えられました。しかし日本、得点への予感を感じさせる時間帯です。さあ日本1点が欲しい、しかし守りが危ない、奈良崎が出ました。さあ目が離せないですね、これはもう一進一退、非常に濃い後半になりました。あっという間に後半の2時、ああいいボールだ、大久保折り返す、大久保もう一回行きます、諦めない大久保、これが大久保の姿勢。現在 J リーグでは日本人最多の16ゴールを挙げています大久保、快速の点取りやオリンピック代表でもその存在感を十分に発揮しています。まあ日本のアテネ出場はこの男にかかっていると言っても過言ではありません。その大久保が今度こその代表フル代表での初ゴールなるか、地元ですしね。そうですね、もう一人三浦敦弘もね、地元ですからね、ちょっと見てみたいなと思いますけど、大久保は福岡の出身でありますが、この大分からこう電車で1時間ぐらいのところが生まれ故郷です。さあ逆に裏をついてくる、今度はカメルーン代表が襲いかかる、日本守り前、逆前山本、裏をつけた、もう一度止めちゃいけない、クリアしました日本、最後はサントス、危なかった日本です。もうこれは一つ間違うとオウンゴールというシーン、いやーもう完全に外側からね来ましたんでね、堀池、はい、失点ならないのはいいんですけども、あんまりにも簡単に右サイド、山田のサイド崩れてますね今日ね、本当に一本のパスで簡単にやられてますよね、はい、やっぱその辺が前半も日本の右サイドやられてましたけど、この辺の修正というのがまだまだなってないっていうかね、そんな感じがしますよね。やっぱり遠い距離を取ったところからポジションの選手が出てくるというね、ちょっとこう掴みきれないっていう感じがありますよね。本当にボールとマークというね、なかなか視野に入れると難しいと思うんですよね。でそこのあたりだと思うんですよね。思いっきり外側から入ってきてるからね、あの辺はちょっと気をつけなきゃ。いやー日本のサポーターにとっては肝を冷やしたシーンでした。最後サントスギリギリのクリア、ただサントスも今日ギリギリのところで本当にいいクリアしてますんで ね、まあ慣れない左サイドバックでありますが、サントスも必死のプレー、そして倒れていた奈良崎も立ち上がりました。そしてジェレミーのコーナーキックを待ちます。また前半と一緒ですね、リズムがだんだんこうやっぱり変わってくる、ここですよね日本が。今日の試合はね、本当に1点争うゲームになってきましたからね。そうですね、一つ一つゴール前のシーンというのは大事になってきます。ジェレミーのコーナーキックこぼれて中田のところにボールが行きました。そして繋いでいく日本、この位置に宮本、そして大久保、大久保倒されてホイッスルです。さあ残りあと間もなく15分、日本代表対カメルーン代表、
全く目が離せない試合になっています。0対0ジーコ日本にとってまさに2003年今年の集大成、大変な試合になりました。非常に濃い後半です。ボールはサントス、サントスがボールをキープして受けていったのは高原、高原ボールをキープ、キープする、倒されて日本ボールです。コート高原がちょっと熱くなるシーンがありました。今後考えると途中交代した大久保選手が、はい、いかにそのゴール前でのシュートに絡むかというシーンがね、はい、やはり欲しいですよ ね、 そうですね。この時間帯に入ってくる選手の仕事という意味ではその辺に期待したいと思いますよね。当然日本選手も疲れてきています。そうですね。その中で大久保がどういう動きを見せるか、はい、さあ再びフリーキックのチャンス、左足ならサントス、右足なら小野、この2人が並びました。小野が蹴っていく、浮かせて稲本が行く、ファーサイド6番の稲本が行きました。さあ逆にカウンター、戻っていくのは藤田俊也が戻っていきます。そしてジェレミーです。ジェレミーがゆっくり上がっていく。さあサントスが立ち上がる、シュート打っていった、ミドルシュート、グランダーのボール、しかしジェレミー力があります。ジェレミーもサイドでもいいんですけども、やっぱり中入ってもいい選手ですね。いやいや、仕事しますよね。レアルマドリードでプレーしていた経験があります。あの噂のチェルシーですか今。そうですね、まあ、大型補強を行ったあのチェルシーでプレーしている選手です。さあボールは右サイド、日本さあチャンスだ、ボールは高原が入ってきたですね。ファーサイド大久保というシーン、思わず松木さんも手を仰ぎました、ね、さあ今のシーン山田から、ああ中央に高原、そしてファーサイドに大久保、あそこに大久保選手がね入ってきてほしいですね。そうですね、大久保は代表これが11試合目、コーナーですね、コーナーキックを取った日本です。まだチャンスはある、大久保にチャンスはあります。高原も得点をものにしたい、1点が欲しい日本です。いやチャンスですよ、チャンスは、はい、ね、あの日本はもう押せ押せでいってもいいと思います。そうですね、自己監督はねもう一人休んでる選手を投入してね、はい、もう本当にもうカメルーンはもう本当疲れてきてる時間帯ですからね、前々からプレスかけてもいけるじゃないかなと思いますね。さあコーナーキック、日本にとってはもう貴重な一本一本のコーナーキックになります。サントスが蹴ってくる、低いボール、中田秀俊ボールをキープ、チャンスはある、サントスボールをキープして上げてくる、さあファーサイド小野伸二、折り返す、どうだ、ゴール前だな、いいボールでしたね、はい、折り返しがね、さあ粘って日本ボールを奪いたい、ホイッスル吹かれました、カメルーンボールです。堀江さん、誰かまた変わりそうですね、日本遠藤が、あ、呼ばれました、はい、呼ばれました、遠藤が呼ばれました。さあ誰と変えてくるか、まあ、ボランチの遠藤でありますが非常に攻撃力もあります。今日はゴールキーパー1人、そしてフィールドプレーヤー5人の交代が許されています。さあ競り合いからサントスがボールを奪う、小野伸二、サントス、そして高原から小野伸二、ホイッスル吹かれてカメルーンボールです。ただ今大久保選手とは合わなかったんですけども、今大久保選手がすぐ切り替えてディフェンスに入ったことが、ね、によって相手の攻撃を、ね、阻止しましたんでね、はい、さあ得点は0対0、勝利という形で3ヶ月を切りました。2006年ドイツワールドカップアジア予選に向けて一つの可能性を見出したい日本です。大歓声が日本を後押しします。得点は0対0、まだゴールネットは揺れません。右サイドからボールをキープして山田、そして坪井です。この瞬時中盤で、ね、プレッシャーかけられなくなってきましたんでね、ここチャンスですよね、はい、日本は、はい、中田ゴール前、高田行く、奥野も待っていた、さあそして激しい競り合い、ここで奪いたい、高い位置で奪いたい日本です。ボールはエンボマ、エンボマが左サイド、大久保へボールが流れました。さあ日本チャンス、エンボマもかなり疲れてきました、ね、そうですね、はい、大久保にパスをする形になってしまいました、はい、引いてますしね、うん、いつもエンボマの縦に出るという破壊力はちょっとなくなりましたね。竹田さん、はい、エンドは藤田と俊也と変わります、ね、あ、藤田と変わりますか、はい、藤田もよく動きました、いや、いいプレーしましたよね、はい、本当にチームを助けたプレーですよね、まあ、ということは
ラモットか、小野がちょっと前に出れるい、はい、ボランチに入っている稲本が小野が前に出るという、小野がちょっと前でしょうね、そうでしょう、今大きな歓声、今ジーゴ監督とも握手、よくやりました、最年長32歳試合前、私たちも藤田と監督の関係とかどうだろうっていうちょっと心配はしたんですけど、全く心配なかったね、いいプレーしましたよね、なんか今日バランス取ってね、この時間前の藤田を見ていると、いや彼がもう何年間もこのチームいるような、そんな感じはしましたね、私はさすがベテランですよね。そしてカメルーンがまたカードを切ってきそうです。23番のこれはルノームが入ります。エンボマとエンボマと変わりますね、ちょっと疲れてるという話の通り言うて悪かったただまあここのところカメルーンの代表チームではエンボマやっぱりフル出場っていうのはなかなかなかったですからね、はい、さあ次々と両チームがカードを切ってきます。そしてセルジオさんの指摘通り小野がやや高い位置に行きました。最終ライン日本残りあと10分です。後半の35分を過ぎました。ボールを縦に送って高原、そして遠藤、遠藤から大久保へ、大久保ボールを取りたい。さあ大久保がなんとかしてゴールマウスをこじ開けたいこのフル代表での晴れ舞台、まあ、これぐらいね、あの川島のオフィーで走るんですけど、はい、これが大幅くらいでね、大久保が背中向いてプレーするのはすごい難しいと思うんですね、はい、だからもう少しやっぱり前向いてプレーするっていう工夫をしてほしいですね。さあ今度は日本守る時間帯だ、楢崎が出ます。まあ、こうやって上げてくるということはね、相手は高さがあっても、はい、楢崎がいますからね、手使えるんですから、まあ、何回も低いボールで崩してきた時には怖いですね。残り10分を切りました。さあ日本にとって一つ一つのプレーが大切になってきます。スボイが体を入れる、無理やり入ってくる、しかしスボイが勝ちました。いや本当にね、はい冷静な判断です。いつも練習中にエメルソンを見てますからね、その辺で鍛えられてますよね、流そうとするところで体入れられたところで一応ヒヤッとしてきたと思いますね。左サイド日本ボールを奪えるか、稲本が行く、しかしここでクリアした、遠藤ナイスクリアです。遠藤が守りました。ガンバ大瀬がこの人も十分に海外で通用する力を持っています。現在はガンバ大阪の遠藤です。そしてボールが入ってきて楢崎が取りました。そうですね、ボールは高原から遠藤が上がってきた。さあ遠藤上がってきた、ね、いやー持ち味やりましたが、ただアフリカ人のね、ただね、足の長さというかね、ただ惜しいんです、ここ打ってほしかったですね、はい、シュートを打つ大久保を見たかった。しかし最後本人もなんとか足を前に出そうとしたんですが、ただやっぱり前向いたら怖い選手ですね。そうですね、さあ残りの時間帯の大久保も生かしたい日本、サントスコーナーキック、これは直接カメリが取りました。しかし得点への予感はあります。しっかりと日本が自らにリズムを手繰り寄せています。この時間帯画面は大久保、そして高原、この2トップです。残りあと7分を切りました。さあジーコ日本、2003年集大成のカメルーン戦、1点を取ることができるか。セルジオさん、はい、小野のトップ下というのも新鮮じゃないですか。いやいいですね、だからこの辺り柔軟性ありますからね、はい、例えば中田はパルマでボランチもやってるね、そういうところがやっぱりどんどん試してね、生かしてもいいじゃないかなと思いますね。では今の大久保のシーンも小野が飛び出してる、遠藤も飛び出してる、そういういろんなことができますよね。そういうことをどんどん試してほしいという、そういう感じがしますよね。今カメルーンの監督がね、ちょっと前のプレーにキーパーが手で投げたんですね、オフサイド取られたということは猛烈にライズマンに残ってましたね、今ね、はい、画面には映ってませんが、シェファー監督はもう前に出ています。さあそして日本山田がクリアします。いやこれは中田秀俊後ろから乗っかられました。
これはちょっとさすがの中田も、冷静な中田です。いや、来るの待ってましたっていう感じですね。逆に、はい、もうこの辺りは中田の経験ですね。さあ、キャプテンの中田が指示を送る。それをどうピッチの上で表現していくか、日本代表。残された時間はあと6分。いよいよ6分です。なんとか1点が欲しい。ボールはヌゴムです。スペインのヌマンシャのプレイヤー。さあ、右サイドボールが流れて、レバレが折り返したところ、これはオフサイドフラッグが上がっています。さあ、日本代表のプレー一つ一つに大きな歓声。そして確かにそのプレーはゴールへの可能性を感じさせます。中田が声を送る。そしてこちらは小野伸二。さあ、1点取りましょうね、はい、ね、しかし遠藤が入りました。両チームがこの内容でね、どっちが取ったら絶対勝てるんだっていう、非常にこの残り試合って本当目が離さないですね。これはもう1点が勝敗を分けるのはもうほぼ間違いないという感じになってきました。いや、ワールドカップ予選にね、はい、残り5分勝ったら行くんだというこういう試合をね、はい、予感するという意味でもいい経験ですね、これはね。さあ、日本ここは守りたい、ボールを奪いたい。ヌグロが行きます。ヌグロが行く、預けてヒルで流す。ジェレミー左足、ジェレミーの左足。さあ、遠藤がボールを奪った。前を向く、高原が走る。さあ、一つ一つのプレー、両チームともに疲れています。しかし必死のプレーが続いている。今後半の41分を間もなく過ぎます。日本代表対カメルーン代表、海外組を7人招集して来年のワールドカップ予選前、ベストメンバーで臨む最後の試合。まさに非常に中身の濃い、お互いにとって意味のある試合になってきました。ボールはカメルーン、ね、浮かせて左サイド。さあ、ワンツー、危ないところ、体を入れました。最後はこれはすごいでしょうか。でもちゃんとマークついてましたからね、はい、日本のディフェンスラインね、落ち着いてました。ここは高原、そして遠藤。さあ、時が刻まれていく。遠藤の持ち味、ミドルシュート。遠藤にはこれがあります。今のシーン、大久保が、まあ、鶴城さん、願わくばこのポストではなくて、そうですね、前を向いてほしい、はい、こういう意識が欲しいですね、はい、もうこれだけの繰り返しで借りるとしたら十分と思います。さあ、また裏を取ってくる。山崎弾いた、こぼれたボールは山田が追っていく。山田が追っていく、カロを押してクリアします。ボールはカメルーンボールです。この時間帯気をつけなきゃいけないね、日本はね。終了間際、はい、さあ、残りあと3分を切った。ただ日本にももう1回チャンス来ますからね、もう1回2回来ますからね。いや、大変な試合になりました、大変な試合になりました。日本代表対カメルーン代表、マッタ、はい、日本の攻撃陣、やはり1点取るためにイケイケでいってますけど、ディフェンダー陣はいや、もう落ち着いてね、このままでという意識が大事ですよね、はい、特にですね、やはり攻めに入るときマークを見失わない、攻めてる時こそしっかりマークしてるんですよね。攻めてる時の準備っていうのがね、はい、この時間帯必要になってくるでしょうね。もう堀江さんのディフェンス、元にディフェンダーだから、もうその辺はしっかりと、もうすでに日本代表ジーコ監督、そしてカメルーン代表シェバー監督ともに立ち上がったまま、1点を争う攻防、1点が欲しい両チーム。倒されたのはサントスです。さあ、両チームともスキナル、点にかける思い、この試合にかける思いがぶつかります。こちらサントス、今23番のヌゴムと少し熱くなりました。さあ、ジーコ監督がもうピッチサイドまで出て大きな声を出しています。日本が1点を取れるのか、残りあと間もなく1分、大歓声が日本の1点を待っている。ボールは小野から稲本行く、稲本上がっている、強いですね、あの稲本があれぐらい吹っ飛ばされるんだから。体の強いカメルーン代表に対して日本代表も行く。い
いやぶつかり合い今日は見応えがあります。そうですね、それもフェアなぶつかり合いですから、はい、迫力ありますね。0対0ではありますが、非常に中身の濃い充実した試合になっています。ただね、日本チームね、これで満足しちゃいけませんよ ね、はい、ね、1点取りに行かなきゃダメだよな。と向こうサイド山田が追っていく、山田が追っていく、山田が追っていく、取れた、ホイッスルが吹かれて、ああ山田にイエローカード、カメルーンボールのフリーキック。さあ時間は間もなく45分を回ります。日本にとっては集中力を高めなくてはいけないこの時間帯。逆サイドね、空いてますからね、誰も声かけてないですよ、はい、まあ、今遠藤ね、やっと気づきましたね。遠藤が逆サイドに来ました。19番これがね、頭も空いてますね。さあボールが入ってくる、ジェレミーの右足、流れて、これはもう一度コーナーキック。やはりこういう交代メンバーが2人3人って増えた時のね、こういうセットプレーというのはね、はい、気をつけなきゃいけませんね。今ロスタイムに入りました。武田さん、はい、2分です。2分ですか、はい、さあ2分、日本には2分あります。ジェレミーの再びコーナーキック、あ、来た、1人危ないぞ、ゴールラインを割りました。さあ残り2分、まさに2003年ジーコジャパンの集大成、カメルーン戦いよいよ大詰め。ご覧のジェレミーのコーナーキック、日本守りました。最後詰めていった13番。さあ行っていきましょうね、日本ね、この時間帯取ればね、はい、江藤が行った、よしチャンスだ。さあ2分十分1点を取る時間ではあります。諦めずに最後まで行ってほしい日本代表、来年のワールドカップドイツ大会アジア予選まであと3ヶ月を切りました。スポーツがいかないですね。が欲しい、勝利が欲しい日本代表。遠藤です。山田が行く、山田から高原へ、ニアサイドには大久保、もう一回山田、さあロスタイムは2分です。時が刻まれていく、日本代表前を向きたい。サントス、サントスから高原、オフサイドか。今中田に打ってほしかったね、時間は時間ですからね、はい、悪い体勢ですけどもね、中田は決していい体勢ではなかったんですが、時間は時間ですけども、はい、打ってほしかったね。さあ試合はロスタイム、しかしまだ分かりません、はい、あと今日のピッチコンディションを考えればやっぱり打って何が起きるか分からないっていうところもありましたね。あそこでね、打ってミスしても許されるじゃないですか、あの時間帯として。今度はカメルーンが裏を取ってくる、日本守りたい、日本守りたい。さあここでホイッスルが、ホイッスルが吹かれました。2003年ジーコジャパンの集大成のカメルーン戦、スコアレスとドローという結果に終わりました。しかし日本最後の最後までその内容のある非常に充実した試合を見せました。そのリズムを作った一人、今藤田が映りました。そしてこちらは大久保、いや大久保代表フル代表での初ゴール、結局なりませんでした。最後まで攻める姿勢は見せた日本ですが、得点を奪うことはできませんでした。ジーコ監督この表情で引き上げます。来年にいよいよ迫ったワールドカップ予選、もう3ヶ月です。一つ集大成の意味もあったと思うんですが、この引き分けという結果いかがですか。Foi uma partida muito difícil.Tanto para o Japão como para Camarões, eu acho que foi um jogo de muita disputa. Os jogadores se comportaram muito bem em termos de marcação, em termos de espírito de luta. Tivemos chances, Camarões também. Foi um jogo equilibrado, um jogo difícil de duas equipes que estão aí buscando melhores partidas e melhores resultados.両チームとも本当に攻め、守り、特にまあ中盤でのね、やっぱり球の取り合いチームですから、やっぱりその辺の力の拮抗っていうんですか、まあ、非常に緊迫したゲームだったというふうに思います。で、やはりね、お互いに攻め、お互いに守りということで、そういった展開でしたね。一つ今日は中盤に藤田選手がスタメンとして出ました。藤田選手のプレーいかがだったでしょう。Gostei, ele se movimentou muito bem.E criou algumas boas jogadas. E no momento em que eu achei que nós estávamos perdendo um pouco o meio-campo, procurei colocar o Endo para dar mais força ali. E acho que foi um jogo igual.
acho que o importante é que a equipe se comportou bem.彼が入ることによってかなりバランス取れますし、では攻めにおいてもですね、かなり息の合った、プレーでチャンスも作り出しましたし、で、あの時点で変えたのはやはりちょっとね、相手のカウンターもケアしながらということでエンドを入れましたけども、非常に、いい出来だったというふうに思います。ありがとうございました。